皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ケケでございます。じゃあ今回第2回のクレセン実況です。まあ、今回のゲストをお呼びしましょう。一平さんです。どうぞ。どうも、一平でーす。キーヤさんとは、同じ生放送を見て知り合って、そこから、このクレセンに至る感じになります。まあ、ケケさんほど上手くないですけど、なんとか運よく勝てればなと思っております。やめてくださいよそういうの保険やめてくださいよ。ほんま下手なんやで俺。めっちゃ実際、いや今回本当に楽しみにしてるんで。あーマジかいい戦いを期待してますよ。あーじゃあまあ全勝します全勝方はてことで、じゃあ対戦に移っていきましょうか。よろしくお願いします。ではレッツバトル。はい、では対戦よろしくお願いします。一平さんなぜか喉の調子が悪くなっちゃった。でもテンション上げていくよ。一平さん何を出していく？まずこちらから、こちら二度キングを出していく。この二度キング、青鬼さん、青鬼、青鬼マリルリだ。マリマリマリルリマリルリマリルリ。うわぁ、こういう時にあいつを持ってきてないっていうね。じゃあここは角取りっちゃう？角取りっちゃう？メガホン打つあ、ごめんなさいね、引っ込めた。引っ込めてクロムエル、クロムエルムーマ来た。メガホンが当たってく。これはいい当たりだ。ムーマ効果今一つか。ダメだダメだダメだ。これは入れ替えてペンドラ、ペンドラわからんけど、ペンドラもうわかんない、もうわかんない。僕、誰か助けて、もうわかんないよ。トリックルーム、なんだと、なんだと、どうしよう。これは岩なだれじゃなくて、これ虫の知らせメガホンいっとくか。もう頼むよ。これちょ待って、どうしよう。これは実況できない。シャドーボール打ってくる。シャドーボールか。これ中途半端に残るパティンじゃん。中途半端に残ったメガホンが当たってくけど、多分ダメージ全然食らわないはず。うわーやばいやばい。でもこれ3残る読み、3残る読み、虫の知らせメガホン行くしかない。もうこれしか賭けが残っていない。頼むよ頼むよ。これしかもう残ってない。シャドーボールで、あ耐えない、耐える、耐える、うん耐える、耐える、耐える耐える耐える、ちゃんと耐える。僕はちゃんと耐えると信じている。お前ならやれる、きっと。お前ならきっとやれる、信じている。お前がきっと成功してくれるの、ちゃんと僕は知ってるよ。頼むよ頼むよ、遅いよ頼むよ頼むよ、本当に普通に頼むよ。シャドーボール、よし耐えろ。お前なら耐える、根性だ、根性を見せるんだ。耐えろ耐える耐える耐える。メガホンが、メガホンが当たってく。これで急所急所急所、もう急所願う、運命力願う。いけ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 、うわおうわお、お盆のみー、お盆のみー、お盆のみー。トリックルームが取れ、解けない、解けない、解けないだろうね。でこれ入れ替えてこい、入れ替えてこい。無理不可能。でもこのムーマよりスピードが遅いやつはいるんだよね。トリックルーム解けたとかやめてよ。オッケー。でここで丸ノーム、ここで丸ノーム、いけいけ丸ノーム。お前の遅さは最強だろ。お前のスピードは遅いすぎるんや絶対に。レッドビームいけ、レッドビーム。お前のスピードは多分僕のドクパーの中で一番遅いはず。ごめん嘘、多分嘘、なんだろうな、忘れた何か忘れたけど、こいつは遅い。こちらのが速さは上だ。そうでなければ負けてしまう。
相手は入れ替えるのか。と相手はマリルリ。冷凍ビームじゃダメだ。冷凍ビームじゃダメだ。冷凍ビームが当たってく。それ当たるよね。耐えるな。耐える。マジックルームってなんだっけ。動画の道具の効果がなくなる。道具の効果がなくなる。黒いヘドロ、黒いヘドロが使えないで、トリルもお気味やっけ。まあ大丈夫大丈夫。こんな僕大丈夫。攻撃と特攻が下がっても大丈夫。僕は信じている。こいつにはあくびと痛み分けで勝てるポケモンなんだ。多分そんな使ってないだけど信じて。僕は使う。信じるぞマルノーム。お前ランフルで全然活躍できなかっただろう。ここで活躍するんだ。ここで活躍すれば普通のランフル実況でも使ってくれるぞ。僕は使ってあげる。ここで活躍してくれたら頼むよ。次はマリルリかなんかだろうね。こちらはまだニドキングが残っているから、まあ、大丈夫なはずだけど、まあ、あと1匹は冬じゃなければ地震でどんどん攻めて。ヒゲドラ、ヒゲドラ、ヒゲドラ、オノンド、オノンド、オノンド、ラムくせえ、ラムくせえけどあくびを打つ。ラムっぽいけどあくびを打つっていうこの運を味方につける方法。頼むよ。相手オノンドだろ。オノンドなかなか攻撃力高いよね。進化前って言っても。でもこちらには物理特化だからこいつ確か。うん、H。つるまいかー。つるまい。あ、そっかー。攻撃力ちょっと上げていくか。あくびするんだよね。あくびするんだよね。で、ここで冷凍ビームを打ってこう。もう知らない。激凛。これラムくせえぞ。これラムくせえぞ。耐える。普通に耐える。冷凍ビーム。痛み分けるのが良かったかな。やっぱり。で、どこまで行くか。おー、全然行かない。全然行かない。眠って、ラムっぽい。ラムっぽい。やめて、ラムやめて、ラムやめて、ラムやめて。オッケー、ラムじゃない。ラムじゃない。運命力完璧。痛み分け。ぐーぐー眠っている。完璧だぜ。痛み分け。これナイスだな。全然。HP 低っ。HP 低っ。オッケー。黒いヘドロが使える。レッドビーム。だから眠っとけよ。まだ眠っている。HP 低いね。ほとんど低かった。思ったより。もっと回復できると思ったけど。オッケー。急所来たー。急所当たってく。マルノーム。お前採用だ。お前採用。決定決定。お前使ってあげるわ。ランフリで。ランフリ実況で使ってあげよう。マルノームさん。まあ、マリルリーを倒してくれたらの話だけど、でこのマリルリーは多分 HP が高いはずなんだって。だからここは痛み分けを打っていく。まず痛み分けで回復をしよう。それからじゃないともう全く動けない。アクアテール当たってくけど、アクアテールぐらいやったら耐える。こんなマルノームさんは耐えてく。オッケー。痛み分け、痛み分け、 HP 回復ヤッフー。よし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 。黒いヘドロで回復していく。で、ここで地震打ってこう。まあ、あくびはちょっとやめておこう。アクアテールが当たっていくか。まあ、マルノームさんは耐える耐える。まず1回は絶対耐える。急所じゃなかったら。オッケーオッケー。ただ、地震が当たっていく。どうだどうだ、全然食らわない。なんだこのダメージ。うんこだ、うんこ。あ、ごめん、うんこ言った。ごめん。ごめん、ピー入れとくわ、ピー。アクアテールが当たってく。で、落とされるか、マルノームは。マルノームは落とされていく。で、残っているのが、あとニドキング。アクアテールが当たれば落ちる。当たらなければ勝てる。こいつはスカーフニドキングだ。こいつなら絶対勝ってくれるさ。地震。よし、地震。アクアジェット、アクアジェット怖い。アクアジェット怖い。やめて、アクアジェットだけ。アクアジェットはやめて、ええよ。アクアジェットはやめて。頼むよ。アクアテールで。アクアジェット、やめてやめてやめて。アクアジェット、これ耐久ねえんだ。ないんだって、ないんだって、ないんだって、ないんだって。耐えろー。耐えろー。耐えたー。オッケー。地震が当たってくー。オッケー。ふぅ、助かった。対戦ありがとうございました。ふぅ、危なかった。
はい、対戦ありがとうございました。あ、対戦ありがとうございました。本当、あのパーティーは怖い。何あれ。あれね、あれなんですよ。今、僕が出てる大会、TF リーグっていう、ちょっと、さん主催の大会があって、種族値制限445族以下、奇跡持ちなしのパーティーやったんですよ。もう見たことなくて、なんだこれって。技も結構見たことないやつばっかだって、一個見たことなかったんじゃないですかね。いや、全部なかった。なさすぎて怖かった。いやーもう、ちょっと完全に罪対策されてたのが負けでしたね。ああ、よかったです、あれもう、ほんと。ああ、でも、急所もいなかったな、ちょっと。急所はありがたかった、本当です、あれは。ワンチャンがあったから、ちょっとあれ悔しかったな。ほんと怖かったな、あのムーマの耐久。ムーマは、あれ奇跡なしであれですからね。高すぎでしょ、あれ。うん、あれ意外と、うん、結構、やっぱ TF、その、大会内で意識するパーティーとかもあったんですけど、やっぱそれをランフリで回してても意外とこいつは硬いなーって感じで。もう、かなり新鮮でした。そう言っていただければありがとうございます。はい、まあ、また、こちらでまた TF リーグっていう大会は、その動画で上げたいと思ってるんで、またよければ、見に来ていただければと思っておりますんで。はい、視聴者の皆さんもぜひ見てくださいね。はい、ぜひお願いします。じゃあ、ここら辺で締めたいと思います。では、次回の実況でまた会いましょう。さよなら。お疲れ様です。